先ほどはミルクに与えてましたけども、量的にはちょっとお早めにで与えてますので、その辺ご了承ください。ヒロ君は、4月の中旬に、釧路にやってきて、約2ヶ月経ちますけれども、ようやくですね、こちらの環境にも徐々に慣れてきて、部屋の出入りをこうスムーズに行えるようになってきたんですけどね、徐々に徐々にお金利用も増やしていきます。たくさんここに与えすぎちゃうと、部屋に入らなくなったりとか支障ができますので、ちょっとミルクの与えた量よりかはちょっと少なめに、2キロから3キロくらいで与えてあげたいと思います。いいよいいよ。この子は、浜松の動物園から、4月にやってきたんですけども、夫の体重ということで、体つきもかなり大きい、来た時の体重が340キロ、先ほどの隣にいるミルクの体重は200キロ、ちょうどぐらいですね、ちょっと超えたぐらいだと思うんですけども、それに比べるとやっぱり、100キロ以上は体重になりますね。誰か持ってるの？食べ方は同じですね。先ほどのミルクもバイアス料亭を使って、口に温まったり、実は魚だけではなくて、その他に白菜とか、ドライフードも与えてます。あとはね、こんな人参なんかも入れてはいるんですけども、いまいち好きではないらしく、今は食べてる、まあ与えても、最後には食べちゃうんですけども、まだいろいろもらえるというのもね、分かってます。それをまず先にいただいてから、人参は最後に食べますかなって思ってます。やはり好きなものは魚とか肉とかですね。人参はもう最後になっちゃうかな、食べるんですけど、なんかそれが嫌いな方です。こんな一口サイズですね、カレットっていうのは肉の塊ですね。ハムハムハムボク。本来であれば、肉だって10キロや20キロくらいと食べれるくらいの、体してますけども、たくさん食べさせると、部屋に入ってくれなくなったり、部屋に入ってからの本当の食事の時間なんですけども、ここでたくさん食べさせると、部屋に入らなくていいかなという感じになっています。このくらいの量でご了承ください。で、これで呼吸車の方に参加したいと思います。どうもありがとうございました。でかいな。